旧清水市で一家4人が殺害されたいわゆる袴田事件の発生から55年となった昨日、裁判のやり直しを求めている袴田巌さんの支援者が、審理を急ぐよう街頭で訴えました。袴田巌さんは昨日も日課の散歩で浜松市の中心街を歩いていました。事件の再審をめぐっては去年12月、最高裁が再審開始の決定を取り消した東京高裁に審理のやり直しを命じています。袴田さんの支援者は昨日街頭キャンペーンを行い、再審をすぐ開始すべきだと道行く人にアピールしました。まだ裁判中でございます。私も頑張っていきますが、どうぞ皆様よろしくお願い申します。現在東京高裁、弁護側、検察側が審理すべき証拠などについて三者協議を行っていますが、審理がいつ行われるかは目処が立っていません。